肩回り叩かどうなったか、最終的にちょっとここでしたよね、その肩甲骨の、そうですね、のここ痛みどうですか。いや、何にもないです。何もない。痛みどう。ここが痛かったですね。ここは。はい、あの何にもない。いてててててて。あ、肩甲骨硬いとこ痛いですか。そうですね、左側痛いです。左が痛い。いてててててて。あ、これ初めてだ。で、まあ肩のとこと、はい、激痛も何もなくなりました。首のとこ、はい、右痛い、右痛い、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 これずっと痛い、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 全部大丈夫ですかね。はい、すっきりでございます。よかったです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今月もすごい。じゃあ最後のちょっとご挨拶させて、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ほぐれましたか。いや不思議、もう全然最初、でなんか脇とか、はいはい、痛いところがね、肩が痛くて首も痛くて、脇のとこと肩甲骨の肩のところが痛くて、ね、はい、ね、先生がいじってから少しすると痛くないんですよ。これを嘘じゃないですから、本当にあの、何があったんですか。まあ、緩めたりとかですね。あのバランスを取ったり、コリを取るっていう形で、あ、はい、やっぱりあれもそういう生体の学校でやってることが、はい、そうですね、生きてますね。生きてるってことですよね。そうですね、私が経験でとか、まあ、独学でやったことも反映してるんですけど、ね、今割とそれをソフィアでね、はい、あの、習うので院長先生がやっぱりすごく、あ、スペシャリティな方なので、ね、それでさらにこうそのあったベースの部分がさらにこう理論だったり、はい、プラスアルファが追加した状態でお客様にそのよりこう何ですかね、短時間でより効果的な、気持ちよく受けていただけるようにっていう風に変化しつつでなってます。はいはい、なんかいろんな引き出しがね、なんかあって、その中でベストチョイスをしてもうやっていくっていう学校ですよね。学校はいっぱい教わってるので、そうですね、チョイスの幅が広がってるっていうか、うん、経験をもとにこう、ね、そうですね、合わせてやっていくっていうのも、まあ、まだまだ習得はねできること少ないんですけれども、もう毎回やっぱ来るたびに違うことをね、あのやられてね、あ、すごいと思います。本当いろいろ入れてます。でもそれが本当に効くんだよね。もうびっくりですよ、本当に。あのもうぜひね、ちょっとあのちょっと今ね、予約がね、今できない、いっぱいになってるんですけども、またあの、はい、ね、新しいあの店舗になった時に、はい、またその時にね、あの、はい、新しい予約の体制で、そうですね、多分駅店になるかなと思ってるんですけど、それまたすいません、いろいろなんかぼやかしぼやかしでね、ぼやってるんですけど、ぼやってますけど、まあ、そこはまたあのSNS とかね、そうですね、YouTube で、随時 YouTube、ブログ、はい、SNS で、はい、更新してお届けします。はい、はい、じゃあ今月もあの本当ありがとうございます。また来月もね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。哲也さんのチャンネルも、はい、はい、あの概要欄にリンクを貼りますので、はい、よろしく、ついでによろしくお願いします。はい、ね、施術動画ね、上げられてますので、はい、ちょこっとです、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。 See you。